東武東上線板橋区の下赤塚駅。以前お届けした成増駅のお隣。急行電車が止まる成増駅とは違い、駅前はパッとしない下町風景。沿線の高架化が一向に進んでいない東上線。駅の造りは古いままで、なんだかこういう駅前風景は久しぶりに見た気がする。昔の駅周りってこんなごちゃごちゃ感だったな。線路の大部分が未だに地を張っている東上線には、いかにも昔からあるような踏切が多い。都内でもどんどん減っている風景で、もしかするとこういう映像も貴重になってくるのかもしれない。それからこの沿線は人身事故が多いことでも知られ、駅での飛び込みに加え踏切事故も多いことで知られている。さて、下赤塚の話に戻ろう。まず商店街へ。駅前商店街、赤塚一番街には金の大仏のレリーフ。赤塚五丁目には東京大仏のある常連寺がある。商店街は人情味あふれる下町といった感じで良い雰囲気。こちら激安衣料品の店能登屋は、人情味あふれすぎて地元のおばちゃんが我も我もと群がることでニュースでも取り上げられる店。板橋区のマイナーな駅は本当に下町っぽいですね。こちら川越街道沿い、板橋区との区境にある練馬区北町の都営アパート、都営練馬北町アパート。たまに車で通るが、その度に気になって以前ブログの記事でも書いた。その時とほとんど変わっていない。1959年築で60年以上前の建物。2棟ある住棟は1階が店舗になっているが、ほとんど撤退し封鎖されている。住居部分も封鎖されていて、1階部分に残る数店舗を残すのみとなっている。建物を裏から見ると当然ながら人気はない。すべてが撤退し次第解体される運命にあるのだろう。
近くにも小規模な団地や都営住宅が点在。駅の北側は鉄道不毛地帯となり、隣の成増に比べ平坦なものの発展具合は微妙である。